北アデレード駅はゴーラー1000の駅である。アデレード駅より 2.5km 離れている。北アデレード駅北アデレード駅は1857年に待合室や女性専用待合室、切符売り場、4室の住居と庭を兼ね合わせて開業した。柵で囲まれた庭には成熟したことネアスターや夏目屋しオレンジの木が植えられており、異国情緒にあふれる感じであった。 北アデレード駅の駅舎は現存するサウスオーストラリア州のそれらの中で3番目に古いものである。である。駅舎は歴史的価値があると見放され国家的財産遺産に登録された。ボーダン駅、アルバートン駅、西、キルダ駅はオーストラリア最古の3大駅であり、北アデレード駅はオーストラリアで4番目に古い駅である。駅の北には離れがあり、 1878年に窓とドア、西向きのベランダがプラットフォームの向こう側に建てられ、従来の駅舎にとって変わった。1880年には信号所がプラットフォームの南端に建てられたがその後取り壊された。1940年になるとほとんどの列車が北アデレード駅に停車するようになり、 1969年には、休行を除くすべての列車が毎日停車する様になった。1980年代後半、アデレード駅行き列車が停車する2番線のプラットフォームの長さが短縮された。1990年代、駅の修理が必要となり、短期間だが駅が閉鎖された。ゴーラー駅行き列車が停車する1番線のプラットフォームは全焼し、 現在のプラットフォームにとって変わった。アデレード・ダーウィン線の線路がある、プラットフォームの西には、側線と焚き木を販売している、木材置き場がある。年に一度の大空ショーの花火を運搬する、特別列車はかつてこの駅を終点として使っていた。射撃大会が、毎年1月に、ボニソン公園近くで開催されると、ほとんどの列車が、北アデレード駅に停車する。 2013年1月、アデレード駅が1ヶ月間閉鎖されていたとき、北アデレード駅は臨時的にゴーラー線の終点駅となった。現在、北アデレード駅は無人駅となり、駅舎はアデレード市が管理している。最近までバイシクル SA というコミュニティ団体がこの駅を居住地としていた。北アデレード駅には、 平日の6時から9時45分の間、13時から19時の間しか列車は停車しない。ありがとうございます。